こんにちは、あやかです。今日は岩手県八幡平雪の回廊を見に行きます。行ってみましょう。今日はとにかく風が強くてダウンを着込む人が多いです。麓の桜はちょうど見頃でした。八幡平アスピーテラインをドライブします。最初の白樺がとっても綺麗。外の気温は4度。玄対湾についてすごい寒いなと思ってたら小雪が降ってきました。そんな中、自転車で1時間走ると水筒の水はあまりの寒さに氷ができてました。今年の冬は暖かかったので雪の回廊はいつもより3メーター低い 5.2 メーターでした。歩いてる人は観光や登山の人が多くていろんな国籍の声が聞こえてきました。雪の回廊こんな感じでした。これから登山シーズンも始まりますね。暖かくしてお越しください。ありがとうございました。またね。